はい、どうもこんにちは。ミサトオーストリッチファームのコニタンとおもちゃんです。よろしくお願いします。今日は何するんですか？はい、今日はダチョウの卵を食べてみたいと思います。今ありますが、ついにね、これを料理というか食べていきましょう。はい、というわけで実際に卵を割っていきたいと思います。卵を割ってきます。割る前に消毒します。卵のこの殻の表面に細菌がいるかもしれないので、もちろんこの前にもちゃんと消毒をして保管はしてるんですけど、今日はね、生卵を食べるので念入りに消毒しましょう、はい。いやー、いつ見てもダチョウの卵がツヤツヤですね。ね。よいしょ。はい。卵の準備は完了という。ね、こっちも。卵割りに使うとは思えない。工具ですよね、完全に。はい、ドライバーとペンチ、ミニペンチです。はい、あと。はい。ハンマー。ハンマー。はい。はい、なんとまあ。いかついね。ダチョウならでは。ダチョウはでもこれがあると便利です。このハンマーがちょうどいいね。はい、割ります。割っていくのはここ。お、なんかまずくなってる。はい、皮質っていうところに印をつけてます、うんうん、ここは舌が空洞になっているので、ここから割り始めるといいです。はい、貫通した。以前あげた卵割りますの動画に、うんうん、よくというか今もなお卵の殻入っちゃってるやんみたいなコメントをいただくんですけど、難しいんですよこれ。あ、でもね、この膜が二重になってて、うん、今その卵殻にひっついてる方の皮は打ち破ってるんですけど、もう一枚いるから、それを割らずにうまいこと丁寧に開けていけば、混入するのは少なくできる。ゼロはちょっと難しいですね。だんだん大きくなってきた。そろそろペンチが入るので持ち替えます。大変なのよ、慎重に入れて。これはなんと産みたての卵ですからね。そう、生卵をあまり推奨していないんですよね。だんだんちょっと難易度が上がってきた。すぐそこに膜1枚隔てて白身と黄身が見えるんですよね。あー、取れた。ゴロッといけそう。いやー、卵黄が出ないんじゃないかなと。卵黄よりも大きい穴を開けてあげないと。まあ、むにょって通過するんですけどね。よし、はい、はい、無事大きな穴が開きました。はい、ました。中は大きい卵黄と白身でたっぷりですね。いきますよ。おいよ。おー、出た。きれい。いいですね。はい、はい、空っぽ。先ほど割った卵を混ぜます。はい、崩すよ。わー、すごい。ニワトリの卵何個分でした？25から30個分と言われているんですね。すごい。いや、もう混ぜるのも一苦労じゃないですか。うん、泡立て器が欲しいぐらいですね、これは。なんか、ニワトリの卵よりも黄色。あー、ニワトリの卵ってちょっとオレンジ寄りですね。そう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 。そう、薄いですね。うん、ダチョウの卵の白身がちょっと割合が多めなんです。で、さっき殻とか卵殻膜が混入してたので、押します。はい、しましょう。ポタージュスープみたい。落ちるかな。ゆっくり落ちてますね。はい、ということで、はい、卵液準備は大手でおしまいにします。はい、というわけで、あの、はい、卵もろもろの準備が終わったので、はい、食べていきたいと思います。食べてみましょう。はい、いきます。忘れたの。見た目はね、ポタージュですね、本当に。コンね、ポタージュをご飯にかけたみたいな。はい、かけてしまいました、生卵。はい、あれですね、あとは普通に市販の、はい、丸出し醤油と出汁をね。うんうん、ちょっとお出汁も混ぜたら美味しそうですよね。確かに、これドバッて出そうだ。あ、でも卵かけご飯ってね、醤油ですからね。うん、私もね、結構濃いめの味で普段から食べてる気がします。よし、準備完了。はい、こんな感じ。はい、いただきます。よく卵かけご飯、子供が親に作ってもらうときに混ぜてって言ってさ、うんうん、すごい泡立ててもらうとかある。あ、そう、ふわふわにすると結構美味しいらしいですよね。そうそうそう。匂いはどうですか？匂いはね、匂いは普通の卵かけご飯。本当だ。はい、こんな感じ。うん、はい、混ざりました。はい、いただきます。いただきます。うん、これは味がちょっと薄いね。うん、卵の味がちょっと薄めですね、鶏よりも。そうそうそう。あんまりなんか、なんだろう、なんだろうね、
卵のような液体がかかったヌミのご飯。卵かけご飯にするんだったら鶏の卵にするかな。うん、私あの卵の卵黄の味が多分好きなんですよ。だからちょっとダチョウだと物足りないな。あ、薄いんだな。うん、薄い。ここの確か、うん、卵かけご飯自体の色も薄いよな。オーソドックスな、私たちがすごい慣れ親しんだ卵とはちょっと違うね。言い忘れてましたけど、ここ2人ともダチョウの生卵初めて食べる。そう、初見です。うん、とりあえず味的には薄いだけ。薄いね。目玉焼きはでもちょっと濃厚な感じするんだよ。うん、やっぱりあれじゃないですか、火を入れた方がね。ね、白身の水分の多さとかももしかしたら関係してるかも。全部混ぜてますから。確かにね、ちょっと水っぽさがあるのはその辺かもしれない。お料理に使う時も鶏卵と同じレシピで使うと失敗したりします。焼いた方が美味しいですね。うん、まあこんな感じですね。はい、はい、生卵入れての卵かけご飯でした。はい、はい、卵かけご飯食べましたけど。食べました。で、まあ、それだけだとね、しっかり火を通した料理も食べてみたいと思います。はい、ともちゃんにね作ってきてもらったものがあるんですよ。はい、じゃあ、はい、こちらから卵焼きです。で、これが、はい、プリンです。蒸し焼きにしたやつです。いつしか取ったプリンとは違うんですね。あ、違います。あのバケツプリンとは作り方が違うね。では卵焼きの方から食べていきましょう。いただきます。ちなみにこれは甘い卵焼きですか、うん、しょっぱい卵焼きなんですか。しょっぱい卵焼きですね。塩と、あ、だし、だしです。いただきます。はい、はい、どうぞ。いや、美味しいよ。うん、普通の卵とちょっと違うかな。私は好きですね。ちょっとしょっぱいけど。うん、しょっぱさは感じる。卵焼きは美味しいんですよね。色がやっぱり薄い。薄いね。そしてなんかちょっとお菓子チェックな味がする。これは鶏卵もダチョウも変わんない。量を作りたかったらダチョウの卵で。いいと思います。食べ比べなんかもね、面白いと思うんですけど。うん、よし、ではプリンかな。本命ですね。本命のプリンですよ。いただきます。いや、ほら、プリン、食後のデザートに最高です。ね、そう、プリン、もともと好きなんですけど。うんうん。ダチョウの卵結構美味しくできるんですよね。食べる前からハードル上げちゃう。はい、いただきます。いただきます。うまい。よかったです。もう市販で売っててもおかしくないレベルに美味しいけどな。うん、プリンはね、プリン好きが高じてちょっと研究しまして。すごい、うん、美味しいよ。よかったよかった。すごいプルプルです。うん、滑らか。すごい口当たりがいい。このプリンレシピ動画もあげたいね。うん、これすごい美味しいんだけど。よかった。ニワトリの卵で作るよりこっちの方が美味しいんじゃないか。うんうん、そう、何がどう違うとはちょっと難しいんですけど、口当たりがまろやかになるんですよね。ガチャの卵の方が。はい、完食。食べ終わっちゃった。うん、私も先に完食してました。ガチャの卵を食べてきましたが、卵かけご飯、卵焼き、そしてプリンね。はい、うん、プリンが一番美味しかったかな。私もですね。うん、卵焼きもちょっと塩加減を調整すれば。はい、美味しかった。卵かけご飯は味が薄い、うん、うんうん、あまりおすすめはできないかもしれない。うん、はい、ダチョウの卵を食べる際には調理した方が美味しいかなって僕たちは思います。うん、今後このチャンネルでも卵のレシピなんかも紹介していけたらと思うので、ぜひチェックしてください。はい、最後になりますが、チャンネル登録と高評価の方、そしてあのベルマークのね、通知をねポチッとお願いします。はい、それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。